みんな、卒業おめでとう。この先も、いくつかの壁にぶち当たることが必ずあると思う。みんななんで泣いてんだよ。越えられない壁にぶつかった時、またここに戻ってきてください。先生はいつでも待ってますから。誰が戻るかよ。早く終わらせてくれ。それじゃあ、最後のホームルームを終わります。よし、終わった。4時電で帰れるぞ。ちょっと待った！おい、学級長、勘弁してくれよ。くっそ、ギリギリじゃねえかよ。乗りまーす。まったく、駆け込み常習犯が来たよ。ありがとうございます。あれ、今日卒業式か。はい。迷惑な客だったけど、いなくなると寂しくなるな。お世話になりました。4月からはどこに？信州大です。またここじゃねえか。お疲れ様です。お、お疲れ様。さっきの帰宅ラッシュエグかったですね。悪い、俺休憩中だったわ。せこいですわ。てか、キリタネさんにホワイトデーお返しした？あ、やばい、忘れてました。俺、マシュマロにしようと思ってるんだけど。え、マシュマロはあなたが嫌いですっていう意味あるらしいですよ。マジで？じゃあ安定のクッキーか。友達のままでって意味です。そうなの？じゃあもうハンカチとか。別れって意味です。最悪じゃん。じゃあもういっそのこと指輪とか。いや、重いですよ。永遠って意味ですから。そうなんね。あ、榊村淳君。どうした？あの、ホワイトデーのお菓子って何がいいと思います？おはぎだろ。渋ー。高校生活楽しかったな。これで本当に最後か。まもなく調子口でございます。車掌さん、この駅今日で終わっちゃうんですか？はい、そうなんです。通学で利用してくれてありがとうございました。僕も今日で卒業だったので一緒に卒業ですね。あ、ちなみに僕も今日で車掌卒業なんです。そうなんですか？僕らもこの駅も今日が最後ですね。大雪の中でも必ずこの駅に来たら電車が迎えに来てくれて、おかげで卒業できました。たくさん遅刻させちゃってごめんね。大丈夫ですよ、遅延証いっぱいもらったんで。今までお疲れ様。え、校長、あんたも車掌さんもこの駅もみんなお疲れ様だね。ありがとう。ありがとうございます。じゃああんたは車掌さんと交代だね。え、交代？春からここの車掌になります。任せたよ。ホームよし、架線よし、線路よしと。はあ、終わっちまったな。あ、今井上くん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ああ、ありがとな。これ、社員一同からのプレゼントです。ありがとな。現金とかか？それはお楽しみに。みんな、ありがとな。ん？マジかよ。お前ら、行くぞ。はい。ちょっと待ってください。みんな、お疲れさん。大変だったな。今井上役のお別れ会が台無しですよ。お前ら、いいか。鉄道はな、365日動いてるんだ。気の抜ける時なんて一瞬もないと思っとけよ。わかりました。わかりました。まあ、俺がいなくなれば事故も減るかもな。本日人身事故の影響でダイヤが大幅に乱れております。16時10分発三鷹行きは2番線から5番線に変更となります。お客様、三鷹行きは5番線ですよ。はい、三鷹行きの場所を戻す。わかりました。